お疲れちゃんです。ラットです。今日はですねこちらの 2.6 マイティーウォールブレイカードリルやっていきたいと思います。ということでこちらのデッキですね、現在世界1位 SK モルテンが使ってるデッキですね。はい、まあモルテンが作ったのかわかんないですけど、まあモルテンとか、まあ他の高回転使いもね、結構使ってました。はい、ということでまあ現在世界1位が使ってるデッキなので間違いなく強いやろっていうことで今日はねやっていきたいと思います。しかもちなみにシーズン終盤あと残り40分です。はい、今シーズン40分で終わるってことで、お前トライアゲやってないやないかいって感じなんですけど、僕はね、まあ、今シーズンちょっと休憩ということで、まあ来シーズンはねちょっとやりたい企画もねあるので、ちょっとそれもやりつつね、はい、しっかりトライアゲやっていけたらなとは思います。いやーん、天才かマジでなんかね、手札把握のプロ来た。まあ、ちなみにこのデッキは対空がないので、その、なんだろうな、やばいんですけど、対空がないっていう。ラバとかゴレとかは、ゴレは違うな。ラバとか、まあ、バルーンとかは、まあ、本当に無理です。本当に無理っていうのだけ先に言っておきます。勝てないです。はい。なんですけども、じゃあ、ダメデッキじゃんってなるんですけども、そこを PS と気合でマルチ上位はなんとかしてるんで、まあ、気合でやっていこうか。はい。って感じかな。まあ、一生バルーンで攻められるっすね、こんな。ファイアボでちょっと、おれ!ノックバックしてもらいながら、スキューとかもね、嫌ですからね、僕からしたら。ぶっちゃけ。いやー、まあ、スキューか。最強だ。これはもう最強です。で、一生来るんですよ。同じ攻めが。はい。どうする?助けてほしいな。マジで助けてほしい。まあ耐える。いやもうこのデッキで世界一ってやばいよね。まあいろいろ使いながらこれを使ってるといえど、なんかめっちゃぶっ壊れデッキってわけじゃない。もう本当にうまさでなんとかしてる。SK モルテンね。日本でも多分知ってるプレイヤー多いと思うんですけど、モルテンのこと。よいしょ。うん。なんかよく世界大会とかも出てるし、まあよく大会でも勝ってるんけど、いつもなんか惜しいとこで負けてるイメージがあるっすね。2位とか1位とか。ん ?1 位は惜しくねえな。2位とか、3位とか。そう、マルチも多分2位、3位は取ったことあると思うんですけど、あんま1位取ってるのは見たことなくて、今シーズンあと30分で1位とか取れるんでね。可能性的には。ちょっと頑張ってほしいっすよね。いやー、うまい。ボムルバカも使いつつね。でもしっかり、守りながら攻めながらみたいな。で、これとね、ちょっとタイミング合わせて攻めていきたい。さあ、ファイボン使いながら。まあ、なかなかダメージはね、通んないですからね。僕、マイティさ、事故って全部持っていかんよな、さすがに。さあ、まあ、僕の勝ち筋はなんだろうな、マジで。おう。お、なんか、下がっていった。ちょ、待って。バルーンが下がっていった。いや、下がっていっても何も嬉しくないんだけどね。別に。別に特別嬉しいこともないんだけど。下がったねーって言って。見ていくしかない。攻めファイブもそろそろ混ぜてこう。まあ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 。タルが縛ってんね。いいね。いいね。いや、めっちゃいい。なんか、ラッキーパンチみたいな。いやマジこれするしかないんで、僕の負け筋はケツバルーン来ると結構きついんですけど、まあ、そんな技を知らんやな。でしっかり攻めます。でここはまあスケとかでね対応してきたらそれしばける。だから大砲だけでさキング起動してるからさ抑えれるの結構熱いね。バルーンアイゴル来たら毎回そこに大砲置いてフェイクじゃない。で、このファイブボーイ使った方がいいかな。よいしょ。さあ、いやいや、ドリルでチクチク削ってる。いや、これでさ、バルーンに勝てるんだよ、だって。意味わかんなくない?バルーン側もだってさ、意味わかんないでしょ。なんでって。なんでこれで勝てないのってなるでしょ。あ、しかもバルーンが下がる。え、これ強いな、バルーン下がるの。計算できたらね、たまたまですけど。さあ、ということで、高回転の、しかもドリルに強いボムウッドとか持ってる、まあ、バルーンにも戦えるよねっていう、さあ、たまたまかもしんないけど。いや、ラバは、
ラバはね絶対きつい、絶対きついけど、結局ラバもマイティのバックアップ5と5スピで耐えながらの、いかに、いやラバかお前もしかしていかにこっちのダメージを通せるかっていう、多分1-0は無理だと思うんで、2-0じゃあ2-1プランかな。さあスケキン TV ですね。スケキンやだな、どうやって受けるんて、あーこれ欲しい、だってすん、え待って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 、やばい待って待って、やばいやばい、すんごいめり込みすぎじゃないっていうぐらいこっち来たんだけど、いやこれザッピーとかいるけど、いやこれ多分きついよお主、きついよね、ファイボじゃないでしょこういうの、ライトニングなんでね基本。いやーいいいい、めっちゃいいダメージ入るよマイティね。このロイとか、まあ、ジャイとか、まあ、ゴーブジェイとか、まあ、キョスケゴレタンク系にはねすごい活躍するので、まあ、今回悪くないかな。でもエレスピウッドでノックバックとかリセットされちゃうんで、まあ、マイティで守りつつ、エレスピ来そうだな、読みウッドとかね、していくのが結構いいかもね。これドリル出してもスケキンで行かれるだけなんで、じゃあドリル出さなくていいよねの、ケツマイティで。ケツ、キョス、スケキン、まあ、宝石使わせる。一発入るね。おいしい。いや、しかもエレスピ使ったらこれ、どうすんだこのマイティ。ああ、先にね、スキル使ってくる。じゃあ逃げようぜっていう話よね。あと大砲は置き毒で、スケキン使ったからドリルで攻めると。いやー、おー、そこで止まるロイジェイ。いやなんかユニットの動きがおかしくなるなドリルあった LSP。 あーこれね、もうワンテンポ早くかな、できたらよかったね。さあウォールブレイカーは手で回ってきたら投げると。おい、もう作業ですよ作業。クララってほんと一種の作業家なんでね、ある程度行っちゃうと。これにはこれ、これにはこれ、そう、それより上の領域行くと分かんないです。さあマイティ、なんか独特な、あーなるほどね、これさてちょっとやばいんでドリルまで作っちゃおう。ドリルも行かれる、いやだマイティ頑張ってんね。さあスケキンのスキルが来る、ハミドもねしっかり芝居ていこう。いや強い、これ何が強いかってもう大砲が強いんですよ。さあマイティとトリトン警戒、スケも出してあげて、いい、いやー強すぎる。あ、なんならちょうどいい。いやーこれウォールブレイク、墓石読み一発入るよ。おい、いいね。さあ読みとか言っとけばね、なんとかなるんだよね。オーケー。さあ、まあ、陸には間違いなく強いでしょこういうね。なんでまあラバと、なんだろうな、スケラとか引いたらやばそうだけど、さあ、あ、モルテン抜かれてる。モルテン、世界一フィニッシュしてほしいな、マジで。ね。マジ世界一位はね、マジすごいかな。よろしく。運じゃいけねえからな、世界一フィニッシュは。なんかシーズンの途中の世界一は、多分行こうと思えば、まあ本当に頑張ればね、ぶっちゃけ誰でも可能性があるんですけど、マルチの世界一のフィニッシュっていうのは、ね、日本人でもだって4人ぐらいしかまだしたことないしね、僕もしたことないし、本当にすごいと思うんでね、ちょっとモルテン頑張ってほしいな。さあ大砲ザップ、大砲じゃない、ダークフリーザップで、なんかこれ意外と手札回しむずいじゃんってなるかもしれないんですけど、大砲をめっちゃ置いていいですよ。で大砲置き毒です、いっぱい置いて、大砲とスケ、大砲とファイスピ、大砲とウッドとか、基本的に大砲で守るイメージかな。ガチで置き毒っすね。逆サイなんか来ても最悪ドリルでも守れるしみたいな、西読め大砲も回るしみたいな、一生大砲ゲーです。あースパちゃんはね、やだね、スパーキーくんです。ザッピーも入ってる、ちょっと特殊かな。メンタルブレイカー、確かにメンタルいかれるスパーキーには。俺もさあつけてクッション置いて、いやー残んねえかな。ウッドで大砲延命させてあげたい。あ、悪さした、今悪さしたヤリゴブがいましたね。ね、俺の大事なスケルトンをさピュッしばきましたね。いやーこれはねー、コウモリとヤリゴブが特殊すぎてだるいっすね。うん、いやなんか
エレスピだったらね、コウモリとかもいいんですけど、コウモリとヤリゴブが渋すぎてさ、まあ、ヤリゴブは違う、ゴブジェの背中から生まれてきただけだね。まあでも、まあ、一旦攻めようか。このコウモリがやべえのよ。ダックプリー。さあ、まあさすがにここは良くて、まあ、一旦逃げるか、マイティ。スパーキーに餌やされちゃうもん。ああ、これ、わかったわ。対処方法、次からの。2周ですね。2周回さなきゃダメだ。次がない。次ないです。メンタルぶっ殺されました。はい、ということで切り替えてね、いきましょうか。防衛がねむずいですよね、特に今みたいなデッキとか、まあ、スキャラとかも来るとね、もうどうやって守ればいいのってちょっとなっちゃいそうなんで、その辺はちょっと頑張っていきたい。さあ、もうこれですらだってね、行けないよってなっちゃうんでね。さあ、マジアチ来た、よいしょ、痛い痛い、ペッカ工場かな。まあここはよいしょ、まあペッカにはちょっと相性がね悪くはない気がしますけどね、陸行きがまあ言うてある方なので、よいしょ。さあ、ペッコーマジアチャ型ですね。早いな、ケツペッカ、何も迷いがない。やっぱまあクラロワにおいて大事ですけどね、迷いがないプレイ、迷いがなさすぎるのもちょっと危ないですけども。さあ、迷いがないペッカ選手、怖いです。ここは潜って逃げます。そんな無理っすもん。さあ、これは気合で耐えて、いやこれでもユウのボコボコにできるんじゃない、頼む。しっかりザップもね合わせてくるよねと。ファイスピでダメージ稼ぎながら大砲にしばいてほしい。いいね。からのエレキもゴーストも持ってるので、まあ、ここは、まだね、無理しなくても良さそう。おー、すげえ来るな。最近の若えもんはすげえ来んな。おー、すげえ来んな、マジで。やばくない？ね。息がいいね。いきます、私のターンだぞい。あんたゴーストも使ったもんね。しかもこれマイティに出さなきゃね。ファイアボか、あーですよね。いや、めっちゃいい防衛やないかい。マジか、バッキバキだなね。さあ、まあ今度はね反撃です。こっちも攻めにやってられないんで、いやマジで熱いこれ。さあ、大砲助で延命してあげて。いやでもいい受けだな。あ、でもこれエレキ、まあ、ザップ使ってくれんならいいかな。マイティに使わないのか、使わない、使わないか。これはウォールブレーカーだけで受けれそうですね。よいしょ、まあ助でもいいんですけどね。これ陸系の温存になります。2発で、まあ、僕は大砲壊されなきゃ多分負けないんで、毎回ここのマジアチャだけ警戒して、これ出しとけば。おお。やべえ！お願い、それだけは負け筋。まあ、でも芝ファイブをしてでも、まだ余裕がある。いや、これどっち攻める？悩むっすよね。こっちにします。いやー、かぶった。ナイルス。ファイブ落ちたいけど、冷静に耐えていこう。
まあ、こういうのも5打っていいんですけど、真ん中混ぜちゃう、打っちゃう。本当にやばかったら5打って許容、スケ読みザップ、スケ出さないけどね。マイティゴースト、ワンチャン負けそうなの、大丈夫か。ゴースト冴えたらね、このウォールブレイカー抜けが苦しいんですよね。許容からのですね、ここ2周目行きたいね。結局1周目のウォールブレイカーが刺さなくても2周目でどんだけ刺せるかみたいな。いやーめっちゃいい。あ、待って、俺の対応がもったいないことになってる。さあもう無限です。こうなってきたらもう一生俺のターン、あなたのターン来ません。ペッカ一発、一発欲しい。さあ、まあこれは真ん中マジやっちゃ、いや本当に怖かったら、本当に怖かったら5打っていい。いやもう真ん中に一生置いて、もう陸受けだけはね結構あるっていうか、陸受けしかないんだね。よしよし、僕の負け筋はもうない。負け筋ないわ、シャシャリか。おい、オーケーオーケー、時間稼いで、まあ勝ちかな。いやー大変大変。まあマジゴブドリーウォールブレイカースケファイスピュット、まあ、2倍タイム3倍タイム入ると、まあ、無限にできるから、まあ、2倍タイム3倍タイム入った方が楽かもね。なんか序盤はなんかね、意外とめっちゃ高回転なのにすげえ地味な試合展開になりがち。まあ、なんか丁寧に守るのも大事かな。よいしょ。さあ、ウォールブレイカー飛ばしとく。大砲。同じか？まあ、こういうデッキだったらね、使ってる人も多そう。さあ、暇ケツファイスピー。打っていい。まあ、クロスの可能性も、いやいやありだけど、マスケが出てきたので、2.6 ホグの香りがすごいですね。よいしょ。あー、いや、めっちゃユニット帰っちゃうな。ね、これおもろいよな、ちょっとだけ。で、もしかしたらね、ISP とかがね、来るかもしれないんでね、低めに、みたいな。でさ、ウォールブレイカー飛ばしとく、大砲を、まあこれの繰り返しですよね。で、相手のホグに対して、しっかり僕が、大砲を出せば、まあ突破されないんで、ぶっちゃけ。まあセミファイブ来ない限りね。そうで、僕はもうあっち攻めてるからな。これファイブ打っちゃっていいんじゃない？たまたま飛べ。さすがに飛ばない。ウッドもあるしね。でホグ押さえて、うわすげえ、こんなやるんだね。まあでもこれはまあいい攻めかつあれですけども、言うて相手もね、この後の防衛がね、いやうまい、アイスピスケのウッドか、ウッドはいらないと。いやうまいね、悩んでコストを使ったらオールブレイカーが止まらない。コストをね、さっき使っちゃったんでね、攻め5ウッドで。さあ、ということで、まあ、これは、まあ、大砲が強い。ただただ大砲が強いから、一生これしとけば負けなさそうですね。で、オールブレイカー追加まで行ってあげる。これ大事っすね。しっかりウッド使わせて、攻めでね、ウッドやっぱ使わせないっていうのもね。いや、勝ったなこれ。よいしょ。一緒やって、大砲のコストだけ僕あればいいので。よいしょ。さあ、サイクルがね、勝ってますね。大砲のコストだけあればいい。大砲のコストだけあればいい。マジで。で、ファイボ読みきます。はい。なので、ファイボが来る読みの逃げ大砲。まあ、相手だってファイボ打たなきゃね、俺の大砲絶対突破できませんから、まあ僕の攻めとね、タイミング合わすとかもあるかもしんないですけど。さあ、ということで、まあ、陸系デッキでは、すごい強そうな。まあ、意外とでも、なんだろうな。ジコルト、多分何にでも勝てないと思う。うん、けど、まあ、マイティもね、ゴブドリもオールブレイカーもおもろいので、ちょっと皆さんね、まあ、世界一のモルテンが使ってますので、ぜひね、
こちら 2.6 マイティーウォールブレーカードリル使ってみてください。よければチャンネル高評価までお願いします。ではお疲れちゃんでした。